おとつ坂ですが、今回は来たね、ドリームガチャということで、無料30連って激アツですよね。ということで、まあ今回こちら引いていこうと思うんですけれども、はい、何も考えないで始めちゃった。そういえばね、僕の携帯こんなツイッターでツイートさせていただいたんですけれども、僕の携帯こうバリバリになっちゃったんですよ。今全然関係ない話なんだけど、やばくない？めっちゃやばいよ、ね、うん、バリバリになっちゃったんで、これ見て、やばい、お助けします。 iPhone11 にね、変わりましたということで、何のご報告やねんっていう感じなんだけど、 iPhone11 なかなかいいね、うん、はい、まあそんなのお話はどうでもいいんだけど、さて、ガチャね、引いていこうと思います。で、まあ今回のドリームガチャ、星5に登場するキャラがこういうラインナップになってます。これこれからやるか、シャルゾット、ルーシェ、レイルテッド、レイランキャンセ、ネロ、アルカマ、ナグラ、ウィデル、サイレンサイ、アルカマということでね、いやもうすごい面々ですよ。はい、で結構僕ね、この中のキャラクターの中で持ってないから結構おって、これさ、でもゴールで狙う人とか絶対多いよね。てかこれね、ここで狙ってきたやん。なんか150連回すと確定チケットみたいなのもらえるらしいんですけど、そこまではちょっといかないかな。これね持ってるしね、これね持ってなかったらそこも狙ってたかもしれないんですけれども、で一応ユーカレア持ってないし、持ってないよね、ルカも持ってない、シャルも持ってない、リルテッド持ってない、でリーラン持ってて、ケンセイ持ってないと、でセレナ持ってないという感じで、結構ね僕持ってないキャラ多いんですよ、このラインナップの中で。ただね、いっぱいなんで、そこの壁を乗り越えていけるか否かというところでね、ドリームになるかならないかが決まっていくんですけれども、一番の狙いやっぱこの褐色系美少女、褐色系美少女、このセレナ・アルカマルですよ。やれるさ、かっこよくないこの羽、やっぱり金羽。俺こん時のガチャ結構回してバイス狙っていったんだけど、セレナ来なかったんだよね。うわー、かわいいセレナ。結構女の子キャラあんまり俺好きじゃないイメージあると思うんだけど、セレナに関しては結構好きなんですよ。かわいくないセレナ。なんで今回僕セレナ狙いで回していきたいなと思ってます。はい、で剣聖も持ってないんで、セレナ剣聖あたり、セレナ剣聖あたりで、あ、これシャル強いらしいよね、槍シャル。いいよ、いや牙タイプ一体引いておきてえな。いやもう本当に剣聖か、セレナ出たら勝ち、勝ちかなと思う。はい、ということで回していきたいと思うんですけれども、まずなんかドリームガチャの単発回せるようなので、こちらからサクッとやっていきたいと思います。キャッシュ切ってないので、ロード入ったら激アツプンプン丸、激アツプンプン丸、うん、まあとりあえずさらっと単発回していきます。あ、いえ、まあロード入んないよね、何も考えないで回したから、回してるから。はい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 、お注射天使ね、天使じゃねえな別に、お注射させてください。はい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 、はい、ということで余興は終わりですね。行くか、30連のってすぐだよね。でもロード入ったら熱いから、なんかこれ見せ場ないガチャになるのだけは避けたい。30連爆死とかはやめてほしい。セレナ使いたい、ほんとそれ。いきます、10連目。いや頼む、スタンプ15で星5キャラ抽選券ゲットだもんね。いやここまではいかんよ、これ大丈夫だよね、ジュエル使ってないよね。オッケー、10連目ゴー。あ、ロード入った、え待って、結構熱くね、ロード入ったぞ。ロード入ったんじゃないですか今。キャッシュ切ってないよね俺。たま、あ、切ってない。1、2、3、4、5、6。6、6、6、6、6、6。え、まさかドリームしちゃう？俺の言うこと、ドリームするかこれ。私が導きましょう。あと5。4。研究室ありますか？でもあのロードはなんか来ると思うんだよね。あと3。2。え、何のロードやったんやろな。え、何のロードやった？結構任せて。よろしくね。いやーい、マジかい。いやめっちゃなんか来るかなと思って期待しちゃった今。ダメやんな。任せよ。おい。おい。まああと20連。
あっという間だからね、あと20連なんて。いやマジ頼む。よっしゃ行くぞ。いや無料ガチャって楽しいね、マジね。無料で引けるって素晴らしいよね。あれ単発のやつって毎日引けんの？引けんのかな。よっしゃ行こうぜ。はい。これさ、ロード入んなかったら終わるのちょっと怖いよな。おい、でも入んだよ、入んだよ。なんで入んだよ。楽しませてくれんじゃねえか、ドリームガチャ。え、めっちゃ楽しませてくれるな、これ。ロード入って 1,2,3,4,5,6,7,8,7 ぐらい。うわー、このロードだー。リーラン来たい。多分あのロードだと思うなー。あー、いやでもこれさ、無料で30連引けてスターもらえるからうまいよね。結構最近スター枯渇してくから、マジでここでスターもらえるのは本当嬉しい。よろしく。いやー、リーランか。リーラン持ってなかったら嬉しかったなー。リーラン持ってなかったら嬉しかったなー。最後だなー、もう任せよ。いやマジで頼む。新キャラもう、もはや剣聖とかもう言わない。セレナとか剣聖とか言わないから、なんか一回来て、なんか一回で新キャラ欲しいよね。わがまま言うとね。でも、まあ、無料だからね、あくまで無料ガチャやけん、そんなね高望みしてはいけないっていうところはあるんだけど、いやー頼むで。いや、ラスト10連やっていきたいと思います。シャル、シャルエロくね。まあでもシャルエロいけど、こっちの方がエロいよな。いや、まあエロさで、あの好きなキャラ選んでるわけじゃないんだけどね。うん、でもエロいキャラって強いよな。まあそれはどうでもいいんだけど、では行きます。最後10連ロード見ないでいこう。え、うわーマジか。これあれじゃない、通信落ちしてボックスにっていうか入ってるパターンのやつじゃない。なん、最近これ来る。リトライ、うわ出たー。前もあったよな、マジかよ。でもこれでボックスにさ、剣聖とか入ったら胸圧展開よね。うわーやられた、うわーやられた、そのパターンだ。さてボックスに新たなるキャラは入っているのでしょうか。前髪むずいな。任せよ。もうだってほら引けないもんね。引けないからもうボックスにおるよ。任せ。運命の瞬間。ベース出た。いけー。じゃあ怖えボックス見んの。増えてろ。あれ食数洗濯とかしてないよね俺ね。確かレーガで600だった気がするんだよな。え、なんかのスター着とったの、なんだったんやろうな。何のせいかも得られませんでした。